優勝レートは、競馬で、重賞競争などに優勝した競争馬の首にかけられる飾りである。アメリカ合衆国では、ブランケットと呼ばれる。特に有名なものには、アメリカのケンタッキーダービー優勝馬に贈られるバラで、飾られたブランケットがある。これは1901年の優勝馬ヒズエミネンスの首に、かけられて、以来伝統として続いているもので、同競争には、 バラを競うレースという衣装がある。花屋を営んでいたウォーカー家のデザインになり、キングズリー・ウォーカーとベッティ、ウォーカー・コフェージボシが長年制作も行っていたが、後に大手スーパーマーケットチェーン、クローガーが公式スポンサーとして制作するようになった。競争前日の制作は一般公開され、当日には警察の護衛を伴い競馬場まで運ばれる。アメリカにおいては、 ケンタッキーダービーと共にクラシック三冠を形成するプリークネスステークスとベルモントステークス秋の祭典ブリーダーズカップなどでいずれも花飾りのブランケットが贈られている。日本では1934年に大障害特別初代優勝馬金展に贈られたことに始まる。同競争を主催した中山競馬クラブで馬場造園を担当していた川崎健造が ハワイで歓迎の印として掛けられる花の霊に層を得て製作したもので、川崎が栽培した花を手図から半円形に取ったものだった。以後しばし、川崎手製の霊が送られていたが、掛けやすさや保存を希望する場所に配慮し、大乗の布に造花やリボンを飾ったものに変化した。全国の競馬クラブが統合された後、第二次大戦を経ると花などの装飾は廃されてゆき、 布地に競争名が刺繍されたものが定着した。一例として最高級競争である東京優秀では1955年まで花飾り型の例が使用され、1956年より刺繍のものに切り替わっている。ありがとうございます。